はい、こんにちは。こんにちは。今日はチーズフォンデュ、ちょっと逆向きになってますが、コープのチーズフォンデュをいただいています。作ってみました。えとかチーズ、これを、これをにチーズをつけて食べるという。これチーズよ、これチーズ、ね、あ、チーズにいろいろつけて食べるという。はい、じゃがいもとパンとソーセージとブロッコリー、うん、ですね。はい、はい、で、じゃあ、はい、ポテトからいただいてみます。本当はあのトマトとかね。そう、パンもね、食パンじゃなくてさ、フランスパンみたいな。そうそう、硬いパンの方が本当はいいらしいんですけど、ちょっとね、即席で、うん、道にあるものです。そうそう、曲はスイスのアルプスの少女ハイジ。どうでしょうか。うん、まろやかですね。まろやかな味。ん、いろいろ食べて。だからいろいろ食べてください。うん、じゃあこっち、じゃあのブロッコリーをこう、こんなトロトロと。これは電子レンジでできるやつだから簡単にね。うん、そうそうそう。前に一回食べてね、うまかったからね。もらいもんで食べて。うん、パンとか。パンが合うね、やっぱりね。パンがいい。うん。人参、あ、なんだっけ、人参とか、トマトがね、あればあとよかったんですけど、なかなか、具が用意できなくて。エビとかもいいんだけど、本当は。エビ？うん。でもエビあんま好きじゃないからね。エビはあんま好きじゃない。これ、じゃがいもね、つけて、食べてます。うん。結構パンもこれ2切れ2切れっていうか2枚ね。うん、美味しいですね、やっぱね。そう、意外としつこくないんで、ね。うん、そうそう、さっぱりした感じで。でもなんかほら、結構ワインが強いんだよ、チーズフォンデュっていうのは。うん、これ結構なんかあんまりお酒が入ってなくて、うん、子供向けみたいな、子供向け食べやすい味。なんかアルプスの少女終わっちゃいましたよ。フランダースに向かっちゃったんですけど、こんな感じでチーズフォンデュいただいてみました。ソーセージ食べ、うん、美味しい。うん、はい、いただきます。はい、そんな感じです。それではまた。はい。